俺、対馬。いろんな子がいるよ。いつも決まった場所でしか飲まない子、水道の蛇口から直接飲む子、流しの水を飲んじゃう子、お風呂場の洗面器のこの部分、ここに溜まってる水が好きな子。水は大切さ。いろんな場所にいつもいっぱいきれいな水を用意しといてね。それと寝床、あとご飯ね。トイレも清潔に、おやつ、それから。